携帯刑事、ゼニ型シリーズ携帯刑事、ゼニ型シリーズの登場人物この項目では2002年より BSI で放送されていたテレビドラマシリーズ、携帯刑事、ゼニ型シリーズに登場するキャラクターについて詳細に説明する。ゼニ型家の家系図長女、愛、次女涙、三女、マイ四女、霊過去に放送された刑事ドラマ、ミステリードラマのパロディとなっていて、 同一の俳優が演じている。初対面時共通のやりとりは、銭形姉妹が警察手帳を見せる際に学生証を見せてしまい、本物を見せ直すが公文書偽造の容疑で逮捕すると言って手錠をかけ、お見知り置きを押し置きに変えてやるというもの。ほとんどの場合、相棒となる刑事が、名字から彼女たちの祖父である警視総監と、 彼女たちの姉や愛とこのことを思い出し、公文書偽造だという誤解が解ける。また、なかなか意見を曲げない彼女たちに対し、君たち姉妹は勘に頼りすぎ、頑固な女性は冷え性が多いというのもパターン。銭形姉妹の、謎は解けたよ、和と孫ン君に当たるセリフとして、謎は解けたぜ、君ということもある。捜査の過程においては、基本的に的外れな意見に終止し、 ゼニ型姉妹の名推理にお手上げとなるケースがほとんどだが、時折彼らの言動が鍵となって犯人逮捕に結びついたり、彼ら自身が真犯人を当てたりすることもある。また、腕力ではかなわない姉妹に代わって犯人と格闘を繰り広げることもあり、彼女たちにとってはなくてはならない存在でもある。役名はスタッフや実在の人物、 有名な架空の人物をもじったものが多い。ありがとうございます。